ちは、SK48 特許研究生の中ちゃんこと中坂美優です。イエーイ。はい、皆さんこんばんは。ごめんなさい、真っ暗でした。なんか急に携帯が落ちてボンって真っ暗になっちゃった。すいません。それではコメント読みます。セーブドームさん、ゆめちからさん、ゆうさん、かきつばたさん、シーくんたんさん、あきらくんさん、りゅうたさん、エリーゼさん、ゆういちろうさん、グラさん、のりのりバーガーさん、イグニールさん、いちみさん、ともあきさん、ななにしさん、とさかさん、有本さん、函館北斗さん、コーティさん、あだちんさん、そうちょうさん、しょうぼうさん、はるさん、しょうげつさん、はじめざむらいさん、もとじさん、かたやんさん、ラウリさん、くろねこさん、SKE ラララララさん、けんいちさん、まさわむ、まさぽむさん、ゆうとさん声がちょっとガラガラですが、みなさんこんばんは。 SKE ふてとき研究生の中ちゃんこと中坂美優です。イエーイ。ユージンさん、小悪魔奈緒さん、ユウさん、こじりんさん、エリーズさん、こんばんは。今日はね、ちょっと早いんです。しかも、マイホームなんです。マイハウス、マイホーム。私のお家なんですよ。今日はね、ちょっと事務所には行ってないんですけど、そう、みんなはね、今日はいるんですけど、ちょっと中坂は今日はテストがあるので、行けませんでした。そう今ねテスト勉強をしてたんですけど、15分だけ配信をしました。モースモースモースで2人明日はね電話出れない理由は聞いたんですけど、まあプライベート的な話だったのでちょっと内緒です。ももたすはみんなわかるんじゃない。ももたすはですね、ちょっとテスト勉強中です。バリ今日、今さっき数学をやってたんですよ。でなんか問題集を解きまくってたら結構で回ってたんですよ。今回数学はちょっとだけいける気がしますね。ただ問題は英語ですね。社会とか理科とかは覚えればいいんですけど、まあ、覚えられないんですよ。覚えられないけど、まあそういうことを言うみたいな。あ、ベビー。奈良銀さん、こんばんは。こんばんはなのかな。林秀さんもこんばんは。桃田さんはね、知ってるかな。知っていいか。勉強はできないです。頭は良くないです。頭が良かったら勉強なんかしなくてもいいんだよ。めっちゃキレ気味。今日何日だっけ？今日15日か。How are you? How old are you? I'm 13 years old. 合ってるか分かんないけど。
英語の単語？英語の単語はなんか過去形？過去、最近は過去進行形とかの言う子がね、習ってるんですけど、なんで過去なのに進行してるか意味わからないですよね。うん、わかんない。あとはね、なんだったっけな？なんか、サームとか。な感じです。Where do you live? I live in 愛知。姉ちゃんの兄ちゃんの動画面白かった。ありがとうございます。寝てなかったと。寝ないよ。今日はね、結構睡眠しました。11時半から、何時だ？ 7 時まで寝た。ん？なんだ？なぐちゃんこんばんは、きょうさんこんばんは。あう。もうね、声がガラガラですね、なぜに。あ、さっき、飴を食べてたら舌を切ったんですよ。血がバーって。血がバーっとは出てないけど、血が出て。俺っきり何も食べてない。昔の人は時間を操れるんだって。へぇ。これからみゆちゃんに期待しかない。お。嬉しみ。数学は今ね、あれをやってるんですよ。なんだっけ。文字の式みたいな。2x×3y バーみたいな。そんなの解きようがないんですけど。あ、あるか。そうそう、なんか文字がいっぱい出てきて、なんか何乗とか、指数とかが出てくるやつをやってます。わー。過去進行形系意味わかんない。そんな？それな？今日は何もね、用意してないっすね。でもね、昨日めっちゃグッズ持ってってて、結局見せなくて、てへーみたいな。因数分解とか、連立方程式とかまだ習ってなくて、文字式みたいな。文字の式だけです。受けたつもりなの、ごめんなさい。真に受けてしまった。そうね、食事中で、飴を舐めてたらなんか、飴って尖れてくるやん。スパーって。痛いですね。身分積分、いい気分。なんじゃそりゃ。面白いですな。なんか、身分積分ってあれですね、出てきましたね、なんか。あれに、恋の傾向とその対策みたいな。関数とか、関数はでも中1でやった。なんかね、1年生の頃は勉強に対してもちょっとくらいは意欲あったけどさ、もうね、ないっすね。いわゆる中2病ってやつです。照れたの？そういうわけじゃなくて、時間がね、うまく配分できなかったんだよ。はい、つまんないですね。すいません。もうね、5分前だよ。やっぱ15分って超絶的早いね。やばみー。あの、19日までは15分配信です、多分。ライバル？ライバルは自分です。高校の数学？そう、最近青が少ないですね。5月1回も出てない件について。やばみね。やま、自分にね、早く出れるようにしましょう。前も。朝配信、朝はね、あれなんで、眠いんで。6時に起きるの本当に眠いんです。今日も6時に起きて、もう眠すぎて二度寝しましたね。はい。テスト勉強配信しよう。いや、でもテスト勉強配信したところでさ、多分ね、頭に入らないと思うよ。眠いんで、そう、眠いんで。すいません。朝もできたらするんですけどね。
朝もちゃんと勉強してるんで、多分。じゃあね、もうちょっとギフトを読みたいと思います。黒猫さん、だるまさん、ありがとうございます。有松さん、かわいいとハート、ありがとうございます。二度寝の誘惑ほんとすごい。それな、ももたんは結構あれですよ。私はちいちよりも多分、あ、でもちゃんと知ってるかもしれないけど、英語ができないんですよ、ももたんは。だから。でもね、めっちゃね、眠たいとね、機嫌超絶悪いから。だから、あれなんですよ。師匠こんばんは、だって。ダダダさんこんばんは。で、前髪伸びたんだよね。切りたいけど自分で切ったら絶対にやばいことになる。こんくらい切っても大丈夫だよね。おんまゆ、おんまゆにはしたくない。こんくらい。じゃあなんか ABC が言えないですよ。かわいい。朝配信の方が勉強よりできるんじゃない。まあ確かにそうなんですけど、眠いから。まあできたらね、朝しますよ。でも朝も多分15分になっちゃうかもしれない。いろいろあって15分だったらね、二度寝できるから。まあ30分できるときはしますよ。新しい3の出し方。いや、よき行きよき。それではブブ20マンジランキングを読んでいきたいと思います。それでは行きまーす。今日の20位はドクル。今日の20位ははやとめさん、イエーイ、ありがとうございます。今日の19位は奈良西さん、ありがとうございます、イエーイ。今日の18位はノリノリバーガーさんです、ありがとうございます、イエーイ。今日の17位はあとめさんです、ありがとうございます、イエーイ。今日の16位はひでさんです、ありがとうございます、イエーイ。今日の15位はあきさんです、ありがとうございます、イエーイ。今日の14位はいったんさんです、ありがとうございます、イエーイ。今日の13位はねくずきさんです、イエーイ、にゃお。12位はあくがみさんです、ありがとうございます、イエーイ。今日の11位はコーチーさんです、イエーイ。今日の10位ははやひでさんです、イエーイ、ありがとうございます。今日の9位はゆういちろうさんです、にゃんにゃん、ありがとうございます、イエーイ。今日の8位は M のジレンマさん、ありがとうございます、イエーイ。今日の7位はケズさん、ありがとう。マジ声がこもってた、ごめんなさい。今日の7位はごめんなさい、もう一回。じゃあ14位から読みます。今日の13位からか。13位は猫好きさんです、ありがとうございます、イエーイ。12位は赤組さんです、ありがとうございます。どこがマイクかわかんないんだけど、もう押さえてないよ、私。マイクどこ、マイクどこ。なった、あ、よかったよかった。10位は、11位は、11位は、ん ?11 位はコーティーさんです、ありがとうございます、イエーイ。10位は、はやひでさんです、イエーイ、ありがとうございます。今日の9位はゆういちろうさんです、にゃんにゃん、ありがとうございます。今日の8位は M のジレンマさんです、イエーイ、ありがとうございます。今日の7位はキュズさんです、コケコッコ、ありがとうございます、イエーイ。今日の6位はスーパーヒートさんです、ありがとうございます、だるまさんの、ウェイ、イエーイ。今日の5位は有本さんです、ぴょぴょ、ありがとうございます、イエーイ。今日の4位は H ボスさんです、大手、ありがとうございます、イエーイ。
今日の3位はさきさんです。ありがとうございます。チュルチュル、ね、うどん食べたい。なんか最近ね、うどんしか食べられなくなったんですよ。謎に超絶どうでもいい話しますと、あのうどん以外をちょっと受け付けない。うどんときしめんは結構鬼ほど食べれるんですけど、あのそれ以外の食べ物が最近マジで食べれない。夜ご飯以外、夜ご飯もでもそんな多くなくていいみたいな。お昼とか最近めっちゃ少ないんですよ。やばみ。今日のランキング変わったんだけど、あでもなんかあんま変わってないね。読んだ人だけだから、冗談だけで変わってるから多分大丈夫。じゃあめちゃぽんさんを読めばいいね。次はさっき2位だったか。2位めちゃぽんさん、ありがとうございます。そして今日の1位はドクドクドドクドクドドク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 ドデン、黒猫山中さんです。イエーイ。はい、ありがとうございます。またマイクがこもってるかな。はい、それでは今日も皆さん、おすごい15分しかしてないのに2000人の方も来てくれてる。うわマジ嬉しい。ウェイ、I love you。 連休頑張って、ありがとうございます。頑張るぜベイベー。そう、うどんね大好きなので、まあ昨日は夜ご飯何だったか覚えてないんですけどマジやばいよね、本当に覚えてない。何だったっけ。皆さん今日も見てくれてありがとうございました。また明日の配信も見てください。明日の配信は何時からしようかな。明日も多分こんくらいの時間だと思います。それではまた見てください。よろしくお願いします。バイチャチチチャイ。昨日寝るご飯何だったっけな。真面目に覚えてないやつな。でもな、なんかあ、思い出した、鉄火巻きだ。バイチャー。あ、今日も2016人の方見てくださってありがとうございました。コメントしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。また明日の配信も見てね。バイチャー。